よし。はい、ということでこんにちは、山川聡輝です。まずはですね、ブレイキングダウン8、ご視聴ご声援いただき誠にありがとうございました。本当にですね、皆様のおかげで、ひな壇戦争にも出れましたし、本戦にもね、無事出場することがねできたかなというふうに思います。本当にね、ありがとうございました。はい、でね、結果としては西島恭平選手に、判定フルマークでね惨敗っていうことだったんですけれども、いや、西島選手非常にね、スピードもありましたし、見せ方もねうまかったですし、もう僕がねもうスピードについていけず何もできない状態でねもう完封しましたので、本当に強かったです。対戦してくれてね、ありがとうございました。はい、で、まあ、試合が終わってからもう3日ぐらい経ちましたかね、帰って試合が終わってね、もうそのままちょっと軽くご飯食べて、もうすぐに帰ってね寝て、で2日間ぐらいねちょっと体を休めて今この動画をね撮っているんですけれども、本当にですね、ブレイキングダウン出させていただいてありがとうございました。もう何回ね頭を下げても足りないぐらい感謝の気持ちで溢れております。はい。ブレイキングダウン8、本当にですね、なんだろうな、自分がね言える立場っていうわけでもないんですけど、すごいブレイキングダウンでかくなったなって非常にね感慨深い気持ちと、なんかそれにつれて嬉しい気持ちと、そのね大会に出れてるっていう嬉しい気持ちと、なんかいろいろな気持ちがね混じった大会でした。はい、で今回ね山川が出場するにあたって、応援してくださったねサポーターのスポンサーのね企業様の方々をちょっとぜひここでご紹介させていただけると非常に嬉しく思うので、ぜひご紹介させてください。はい、はい、まずはですねこちら、アイビ産業株式会社様ですね。はい、アイビ産業株式会社様にはですね、僕がブレイキングダウン5の時からですねスポンサーについていただいてまして、で5、6、7、8とねスポンサーについていただいて、年間でねついていただいてる企業様で、本当に初期から応援していただいてる企業様で、僕が初めてブレイキングダウン4に出た時に少林寺拳法をやってますっていうことをね、表立って言って、で非常に共感してくださって、それで応援したいということで今大会もついてくださったんですけれども、アイビ産業株式会社様はですね、家のリフォームだとか、あと珪藻土だったりとか、あと漆喰などの壁材など、を中心にね、さまざまな家のことに関することをやってくださっている企業様で、本当にですね、アイビ産業株式会社様がいるおかげで今僕は頑張れているので、僕がね一番お世話になっている、株式会社様です。本当に応援ありがとうございます。そしてですね、スポンサー様の、ホームページなどはですね概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、で次はですね、アクアインク様ですね。はい、保護猫カフェだったりとか、あとは、介護施設だったりとかをやっている社長さんが、非常にね応援してくれて、ついてくださいました。本当にですねありがとうございます。岩手にですね、保護猫カフェとかもあるんですけれども、ちょっとね今度ね岩手に遊びに行かせていただこうかなというふうに思っております。はい、本当にねついていただいてありがとうございました。でね、さっきお見せさせていただいたアイビ産業様とアクアインクさんがですね、年間でついていただいている企業様ですね。本当にですねありがとうございます。はい、そしてですね次なんですけれども、はい、トップランディとトップランディのお店のね代表の藤代和樹さんにですね、スポンサー今回ねついていただきました。本当にありがとうございます。最初はね、サキスさんとあんだけバチバチしていた夜のねお仕事のトップランディさんなんですけれども、今はねこうやって応援していただけるまでになりまして、本当にですね嬉しく思います。ありがとうございました。トップランディのね代表の
藤代和樹さんとはですね、あのこの間ね先日一緒にご飯にも行かせていただきまして、あのこれからですねホストクラブ業界っていうのは僕はさらにねあの発展していくと思ってて、最近はこうねチャット GPT が出てきたりとか、なんかいろいろと AI のね技術が発展してって、多分誰でもできるようなお仕事っていうのは淘汰されてっちゃうと思ってるんですよ。なんでねこれからは本当にあの一接客業、一人対人とのね、ビジネスっていうのが僕は伸びていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、その先駆けとなるのが多分僕はホストクラブだったりとかキャバクラだったりとかコンカフェ、その他ねいろいろなサービス業だと思ってるので、もう日本一のねホストクラブの代表の顔はこちらになります、和樹さんですね。本当についてくださってありがとうございました。株式会社アルファネクスト様ですね。アルファネクスト様はですね、社長がまずね僕に連絡をくれて、でまずトップランディに行ってみたいっていうことでお店でね僕に会ってくれて、でその後スポンサーもしてくださって、僕を支えてくださっている社長さんのお一人で、本当にいつもねサポートしていただいてありがとうございます。またね東京で飲まれることはあると思うので、その際はぜひご一緒によろしくお願いします。次、株式会社クラスさんですね。本当株式会社クラスさんは階級のないね暮らし作りということで、国籍、人種、階級などにとらわれず、全ての人々のための住まいの提供や社会づくりを目指していきますということで、活動されている会社さんなんですけれども、福祉物件のコンサルティングだったりとか、あとはね建設のコンサルティングと、その他ね内装のコンサルティング業などもねいろいろされている会社さんで、まだね会って日数そんなにね経っていないのにもかかわらず、スポンサーしますよってお気軽に声かけていただいて、本当にねついていただけて非常に嬉しく思います。ありがとうございます。ぜひね概要欄にね載せてあるのでぜひ見てみてください。はい、次、こちらのね9090、まあ1919さんなんですけれども、僕がですねサキトさんと試合をした後に撮影モデルになってくれませんかっていうことでですねお話をいただいてから、そこからねちょっとお付き合いさせていただいてるんですけれども、今日ね今この着てる洋服、これなんかもう1919さんのお洋服で、あ、ズボンもなんですけど、こんな感じでね可愛い王冠のマークだったりするんで、よし、ぜひね気になった方は概要欄見てみてください。僕の本名は山川元樹って言うんですけど、ちっちゃい時はねよく元キングって言ってね、なんか王冠冠をね自分のトレードマークにしてた時期もあったんで、なんかなんとなく、ちょっと可愛いなと思って、はい、本当にね可愛いデザインが多いのでぜひ見てもらえると嬉しいなと思います。はい、次なんですけれども、パークバーさんですね。ここもですねバーの社長さんにですね連絡を取らせてもらって、スポンサーついていただけないですかっていう風にお話しさせてもらったら、快くつきますよっていう風に言ってくださって、今回ね応援していただいた会社様となります。本当にありがとうございます。バーはですね六本木にあったりするので、ちょっとね、まあ、ブレイキングダウンでね結構六本木に居座ることが多いと思うので、ぜひね行ってみたらサービスしてくれると思うんでね、ぜひ行ってみてください。はい、はい、という感じでですね、計8社の、企業様、またね個人の方々、ついていただいて本当にありがとうございました。本当にねこの方々のおかげで今僕は活動できているので本当に嬉しく思います。いつもありがとうございます。はい、あとはですね、トップランディに来てくださっている方々も、僕からしたらですね、まあ、言ったらスポンサーみたいな、感じなんでね、僕がね格闘技を頑張るって言って、でもやっぱ収入もねないといけないので夜でも働くって言って来てくださってる方々も、まあ、僕からしたらねスポンサーみたいな感じ、まあ、応援者支援者みたいな感じで思ってるので、直接ね僕に会いに来てくれて、で頑張ってっつってそこでねお金を使ってくださった方々も本当にありがとうございました。改めてですねブレイキングダウンに出て本当に多くの企業様のサポートと、まあ、個人の応援のおかげで僕が試合に出れることができているので非常に感謝をしております。本当にありがとうございます。
はい、ということでですね、こんな感じでスポンサー様の紹介をさせていただきました。ありがとうございます。見ていただいてね、ありがとうございます。